私のある人に返事だけがある。無理があります。天も持っていけないし、地の力はこんな太い。それはここで一つになるしかない。呼吸法、さっき澤田先生が言った呼吸法と同じです。で、足は運べない。代わりに、ね、気持ちをもう入っていればいいです。ですから、この手を動かすというのは非常に難しいと思います。ここの中で、この中で、立っている、座っている、この状況の中で、これだけの、小学生サイズですから、私は。ここの中で、これだけのパワーがいるのに。力は力の強い人の勝つ。スピード対スピードはハイスピードの人の勝つ。タイミング対タイミングのことタイミングの人の勝つ。この相手は分からないですよ。分かればやりますけど。合わせ。永遠に一緒。転ずれば抑えます。呼吸法、体の転換。これやれば全ての技に続く。回転の運用はその成果かなと思いますけれども、パワーでは解散した。もう下